やまさかリモートでこれだけの手応えがあると、なんかスタジオの雰囲気は分からないとか、いろいろまあいろいろ番組やっててあるんですけど、これリモートだからより楽しいアトラクションがいろいろ考えられたので、相当楽しめるんじゃないかなと思いましたね。まあ他ではやってない安めぐみクイズ、はい、プライベートを丸裸にしてしまうという、はい、ちなみに最近のこう3人の実力ってなんか落ちてきますね、冷蔵庫も。そうですね、やっぱ人のこと言えないんですけど、やっぱり動きが遅いですよね。やるよって言ってから楽屋からまずスタジオに入ってくるのも遅いですし、一つ一つに時間がかかるようになってきてますよね。でも帰るのは早いんですよね。はい、そこはやっぱブレてないですね。いやいや、でかいじゃねえか。とんがってるわ。さあ、おお。あ、に子供に良くないわ、この番組。石が出ました。嘘だろ。3だろ、3だよ。あ、バレてる、バレてる。おい、あいつ汚いぞ。1はお前、下に当てられるじゃねえか。正解です。やーい。残念。分離したんだ。ようこそここへ、バーチャルスタジオ、アズマックスランド、ザ・リモート。